皆さんこんにちは。ということで今回も動画撮っていきたいと思うんですけど、今回ですね、ちょっといつもと画面が違いますよね。はい、そうです。今回は実際に家を建てていけます。といってもこの家、まあ家と呼べるほどの家じゃなくてですね、ちょっとパーッと見たらわかるんですけど、なんもないです。外壁があって、窓があって、階段があって、まあ落ちないように、ね、柵みたいなのがあって、ガレージ、まあガレージはないですけど、車があって、ドアがあって、本当にこれだけの、本当にこれだけの空間です。を作っていきたいと思います。でもこれだけと言ってもですね、おそらくしたことない、空き家を触ったことない方からしたら結構難しいことだと思うんですよ。だから今回はもう、つまずくのも考慮した上で、僕とゆっくり動画で、ちょっと説明して、共有していければなと思います。じゃあ、ちょっと、改めて図面だけ見ますね。まず一回図面です。先ほど見た車があって、その横から入り口があり、そこから上に上がると。上に上がったら、ここですね。ホームだだっ広い空間があって、窓があって、ベランダがあると。で、ベランダだけ少し部材がちゃんと木でできているよ。っていう、こんな感じです。で、屋根は方形屋根。で、この辺、一辺10メーターですね。10メーターで、ここ4メーター、6メーターとなっております。さあ、これを実際にコピーして作っていきたいと思います。まずですね、この外壁を作りたいですよね。これを一旦横割りずらします。はい。これと全く一緒に作りたいので、まず壁ツールを押します。で、最初に言った通りデフォルト設定。この壁はどうなってんねんっていうので、ちょっと一旦見て、同じもの作るので、ね、1階から2階とで0ですね、ここ。で、コンクリート。で、誤差を200と。まあ、基本のデフォルト設定ですね。で、こちらを、さあ、壁ツール選択して、これでやっていきます。はい。じゃあ実際引いていきますね。壁。まずここ10メーター。ここの軸線さえカーソル合わせてあげると、打ち込めばいけます。エンターですね。で、こっちもさっき言った通り10メーターなんで、10メーターです。で、こっちが横に5メーターいきます。で、こっちが上に6メーターですね。で、こっちが24メーターで、ここね、アーキアの便利なところなんですけど、こういう補助線出してくれるんですよ。90度だよーっていう。まあこういうのは全部ここら辺で設定できたりするんですけど、まあなんせここでやってくれるので、ちょっと今回これに甘えて打たずに、こういきます。という感じで、まず同じ外壁ができました。この状態で、あとはちょっとドアをつけたい。ドアをつけたいとなりますと、ここですね。ここを押して、デフォルト設定を押して、今回のドアは、この片開き戸です。この片開き戸を押します。OK と。感じで、まあ、ここはもう感覚で決めたので、で、太陽の方が外になるようにしていただければいいかなと思います。押して、どうもこうなってます。ここがこっちですね。で、クリックすると、これで完成です。一旦これで 3D 見てみますね。押したら一回のが出てくるんで、またこれをまた説明しますけど、はい、あれよ、なんでこんなの終わんの？押してこれを押して移動です。はい、はい、この参照を押すと、ま一回のが出てくるんですよ。わかりますかね。2階の図面を引くときにすごい簡単なんで、ぜひ使ってみてください。まあ、今回も実際使うんですけど、この参照を細かいの説明したいよって なったときにですね、参照を選択で1階を参考にするのか、現在のフロアの下を参考にするのか、
全モデル表示するのかっていうのをここも結構決めれるんで、で基本的に1回下の階を最初は設定されています。で今回もこの設定を使ってやっていきますけど、とりあえず一旦ドアですね。じゃあドアちゃんは、あ、鍵となっている、え、階段が移動しちゃってる。階段をついて行っちゃったのか。かわいいな。知らないやつや。はい、こんな感じでいいでしょう。先ほどの通り、はい、こうやってドアをつけ終わったので、一旦 3D で見てみましょう。あ、屋根もかよ。鬱陶しいな。参照しましょう、参照。これ1階の参照になってるけど大丈夫です。押して、角に合わせますね。これでいいでしょ。はい。で、一旦 3D で見ると、はい、こんな感じです。こちら先ほどの完成図で、こちらが今作ったやつですね。このドア作ったんですけど、床がまだできてないので、床を引いていきたいと思います。まあ、床はですね、まあ、前回、前々回多分出たと思うんですけど、スラブツール を使いまして、スラブツールで、最初のデフォルト設定を間違えず、200ですね。で、コンクリートで今回もこれ OK なので、これで OK します。で、最初皆さん多分知らない間は、こちらを設定して、一辺一辺。普通はこうしますね。で、こんな感じでスラブができますね。3D 見ると、こうです。けど僕が推奨しているのは、これとはまた違って、見かけします。スラブツールを押して、ここから、ここら辺をちょっと触って、スペースキーを押すだけ。じゃあこうやって反応されるので、まあ内側がいいのか、中まで入れるのか。で、まあいいですけど、まあ今回ちょっと中まで入れます。って感じで押すと先ほどよりももうね、もう手間が違う。こんな一瞬でできるんだって最初から教えてくれって多分なるんですけど、まあこれめっちゃ楽なんで絶対覚えておいてください。これスラブだけじゃなくて壁もできます。スラブを先作ってから壁もできます。どっちでもいけます。これ、ね、絶対覚えておいてください。ということで前編終わりになります。どうでしたか皆さん。ちょっと失敗ばっかで皆さんから学ぶことが少し少なかったかもしれませんが、次回はついに家が出来上がります。次回結構学べる内容となっておりますので、次回もぜひお楽しみにしておいてください。それではご覧ありがとうございました。